花尾慶郎の音楽魂。あはい、皆様こんにちは、金尾慶郎です。1週間ご無沙汰いたしました、金尾慶郎の音楽魂。今日も楽しくやっていきましょう。はい、今日はゲストいらっしゃらないということで、はい、金玉になっておりますね。はいはい、まずは松下としみさん、はい、よろしくお願いします。ま、それでね、急遽高橋真子さん、はい、どうも、どうもどうも、こんにちは、今日もいらっしゃい、真子先週もね、ね、今日もほらちゃんとシャツ着てって来ていただいてますね、音楽魂のね、T シャツギリがたいです ね、昨日は本当ちょっとね、僕仕事の都合で ね、残念だったね、黒子たち行けなくてね、石田さんのね、サウスポースナイパーズのザ・サウスポースナイパーズのね、素晴らしいね、レコ発ライブだったみたいですね。行ってきましたね、はい、代わりにというか、松下さんね、ちょっと代わりっていうかね、ちょっと時間が間に合わなくてさ、僕行けなかった、いろんなね、素晴らしい方たちが、客席が豪勢な感じでしたね。そうなの、そう豪勢という、私の目の前にはね、長谷直美さん、女優さんのね、それから後ろにはね、カルメンマックさんも来ていた、ね、あ、そうなんだ、すごかったね、カルセルマックさん、カルーセルさん、カルーセルカルーセルさんじゃなくて、カルメンマックさんね、かっこいいですよ、ね、うん、まあ、やっぱりミュージシャンとか、ミュージシャン多かったね、多かった ね、うん、関係者やっぱりほら、皆さんそういうつながりがあるのかな、そうですね、あ、ごぼうさんも、あ、本当は、ごぼうちゃんも来てた、ね、ごぼうちゃん、あ、そっかそっかそっか、うん、心配してましたけど、ライブやってるみたいで元気そうでよかったって言ってました、あ、僕 ね、やっとですね、やっとね、まあ、うん、まあ、まだまだこれから、ね、うん、これからです、うん、ということでね、今日金玉ゆったり行きましょうよ、はい、ゆったり行ってくださいね、あ、今日はお客様がね、はいはい、この間ライブ来てくれた岡地君、ありがとう、岡地、うん、どうしたの今日、元気な顔な、なんかあるんじゃない、なんかあるんじゃないの、まあ、なんか企んでるか、なんだ、ありがとうございました、ありがとうね、うん、それでアトランタからね、今日はストムさん、高橋ストム師範、おかえりなさい、おかえりなさい、ね、もうフライト時間が今回は何時間、長かった、もう全部で20時間ぐらいあったかもしれない、なんで、いやいや、トランジットで、いや、もうトランジット、トランジットで、ね、あ、そうなんだね、今アトランタからの直行便が高いんで、うん、それをもうどうにかして運賃を安くしようとして大変なことになります、そっか、そうするとね、半額ぐらいになるんだって、そんなになるの、 そしたら頑張るよね、半額は頑張るよね、それ頑張ります、ね、半額になるんだったらね、往復でだって帰りただみたいなもんだもんね、ただじゃないけど、ただっていうわけじゃない、いや、計算上はね計算上ね、うん、すごいですよね、ね、お便り行きましょうよ、はい、ゆったり今日は、お便りはね、うん、ちょっと今日ね、鈴木さんお休みでね、鈴木さん、あ、そうかそうか、ね、ちょっとまだね、ちょっとバタバタだったね、プリントアウトできてない、できてないので、できたミキさんから、博多のミキさん、ありがとう、うん、あ、ミキさん後にするか、うん、ちょっとメールが来てたメール来てました、ごめんなさいね、はい、ミキさんごめんね、絶対読むから待っててください、うん、チャーリーさんから来たのね、チャーリー佐藤さん、ね、こんにちは、はい、ついに桜の季節を迎えます、そうですね、ね、暖かい日差しと桜の優しさに包まれる日がやってまいります、うん、こちら南千住では、はい、南千住、はい、南千住なの、北千住じゃなくて引っ越されたのかな、あ、そうかもしれない ね、なんか、うん、何これ、土地狂った桜がこれでもかと咲き誇っております、うん、もう桜がもうそろそろ、ね、咲き誇ってんだね、うん、南千住に坂はありませんが、うん、日の当たる坂道を久しぶりに リクエストいたします、これ写真もね、お茶碗と桜の写真が来てるね、うん、ほらこんな綺麗に撮る、ね、すごい満開だよ ね、そうだね、暖かかったからね、暖かいからね、どうしますか、じゃあ行きます、行きますか、久しぶりだもんね、久しぶりにね、日の当たるじゃん坂道を、はい、行きましょうか、ね、高橋真子さんとよろしくお願いします、はい、行きましょう、
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストでした。日の当たる坂道ね、日の当たる坂道がね横浜にあったんですよね。僕はそこはいつもね、あのなんていう坂道ですか、名前があるでしょ。ありますよ。あ、坂道が結構多いの横浜って。あーね、あー、うん、2つあって僕は印象深いのは、うん、地蔵坂っていう、うん、地蔵坂、ね、それで、それ地蔵坂なんとかってよく書いてくれてたの。そうです。それとあと内越の坂道があるの。それはなだらかな、内越っていうところがあって、ね、内越か、うん、そこはね、あの途中坂の途中で湧き水が出てるのよ。へー、横浜ね、そう湧き水が出てるね。それ飲めるの？あ、普段飲めないんだけど、俺ちょ酔っ払ってみる、喉乾いた時飲む。酔っ払うと飲める。そこで休憩所は、そうで休憩するのよ、あんまり酔っ払ったら。自転車で、そう自転車でね、飛ばす、ね、そういう日の当たる坂道ありましたけど、すごいね、思い出深い、ね、横浜ですけど、今となってみればですね、あの思い出深いですよね。もう20年ぐらいいましたからね。え、30年じゃなくて20年。20年ぐらいですね、うん、東京20年横浜20年ぐらいの感じ。あのしかも六本木でしたから、うん、ね、で原宿にその前10年ぐらいいたのよ。そう、あ、10年5年ぐらいかな。それで六本木のあのヒルズのとこにいたのね、はいはい、六本木ヒルズ今できてるけど、もう昔なかったからね。そうですよね。ね、そう言いましたね。で横浜は、まあ、20年前。いろんな点々としてきましたね。これも僕も人生もね。何言ってんだろう。何？誠さんでもずっとさんちゃん。いや、そんなことないよ。あ、本当？違うところに住んだこともある。あるよ。都内の。うん。あ、本当に。あの代々木上原とか、あと西荻窪は結構長かったかな。あ、そうなんですね。そうなんだ。イメージがなんかないよね、荻窪とかのね。あ、そう。どっちかっていうと三茶とかの。どっちかっていうか生まれが三茶だからね。世田谷とかね、そう、まあ、うんうんうん、あれの感じだよね。あ、西荻ね。うん。ちょっと一時仕事の関係で西荻に住んでた。あ、そうなんですか。そうなんだね。イメージってなんかあるよね。松下さんなんか東京のイメージ、なんか四国四国の山猿でしょ。四国の山猿って言ってんでしょ、ね、今聞いてますよ、こういう人が。マジ、うん、いやまさか山猿とか言ってませんよ。いやいや、あなた。で、自分はすごい都会だと思ってるんだね。あ、そう、農型の門が農型の門が、うん、じゃないの。そう青春の門が、え、青春の門が、もうね、まあ、ね、なんか金尾さんは商店街が一番都会だと思ってらっしゃる方でね。そうですか。商店街が一番こうね、はいはい、シティだと思ってるけど、ただ商店街、いや、僕は商店街の中でたまたまその生まれたっていうね、うん、だけの話で。だってね、高知って言ったら高知に商店街あるとかいう。あるでしょ。あるよ。すごいのがあるよね。ね、帯山町。あるの？ありますよ。うちはないけどね、田舎だからね。うん、いや、まあ、それでね、競ってるわけ。そうなんだ。ばっかり。三軒茶屋も商店街がありますよ。ありますよね、うん、古いですもんね、だって三茶もね、うん、古い町で結構だから町々商店街ありますよ ね、 ありますよね。いや、なんかね、商店街ってね、好きなのよやっぱり。うん、なんかこう雨に揺れないから。いや、でもそれもあるけど、うん、活気が、昔はね、やっぱ活気があったじゃない、うん、今、まあ、シャッター商店街がね、増えてきてるけど、まあ残念ですけども、やっぱ大阪もすごくない、活気があった時っていうのです、うん、横浜も、横浜商店街あるでしょ、うん、あそこまだ活気あるよね。あるよね。へ、うん、あのそう、なんか好きだね、商店街はね。あんまり商店街って、なんか そこで暮らしたことはないけど、うん、ごちゃごちゃしてるっていうイメージがある。こう歩くのに人にぶつかるじゃない。あ、まあ、でもそうだね、それがいいんだ、うん、なんか、いろいろあるよね。あ、でもね、能型なんか昔のあの見ましたよ、フェイスブックに出てる歴史ね、すごい古いんですね、能型。古いんですよ、能型藩、そうそう、ね、藩、うん、もしかしたら博多よりも古いんでしょ。古いんじゃない、なんか書いてあったね。書いてあった。僕もね、ちょっとそれちゃんと勉強してないから、うん、あれだけども、なんか書いてましたよ、うん、最近。ものすごく古いから、だから古武術商とかがあるんじゃない、うん、古武術商じゃなくて何、古武道、武道ね、武道、古武術商じゃ違う。全然違う。似てるけどね、うん、ね。お便り来てますか。じゃ
あ、今ね、うん、誠さんの優しいギター好きだわって書いてます。高知ですね、うん、商店街あるぞって高知の広志です。広志です、ね、ありがとうございます、ね、ね、商店街あるぞってあるぞって、うん、帯屋町っていうのがあります。あ、知ってる、行ってきたことあるよ、ね、あ、この前、ね、初めてでしょ、うん、初めて行った、初めて行ったっ、ね、うん、そうか、うん、まあでもやっぱりその町がこう生きてるっていう感じがね、うん、好きだよね。まあね、活気がある時はね、うん、やっぱすごいね、うん、今でもシャッター商店街ってあのどこもね、なかなかね、あのうまくいってないっていう時、うん、ありますよ ね、うん、ね、多いけどね、なんかやっぱりその残念ですよね、うん、でやっぱ活気づくようになっていけばいいよね、そうそうそう、音楽も含めてね、うん、音楽もね、ね、そういうふうに思いますけどもですね、今日はね、昭和っていうところで僕は歌ってて、その当時に歌ってた曲をちょっと何曲かね、やらせていただこうかなとか思うんですけども、僕は二十歳の頃にね作った曲があるんですね。これをね、夢から覚めたらっていう曲なんですよ。二十歳の時の方がコード知ってたんだ俺これすごいいいコード使ってるよね。すごいいいコードね。ちょっとね、さらって鼻歌みたいにやってみますかね。やってください。一人待ってた、お前の瞳を濡らすなんて、泣き疲れたら膝枕、素敵な夢でも見てておくれ、願えり打ったお前の顔はちっとも悲しく見えないけれど、レタレ、涙がその夢の枕をきっと飾ろうさ、こんな素敵な寝顔だから、夢から覚めたらもう一度熱い恋お前の荷物が重く心に残るけれど、
おしゃれじゃないですか。おしゃれじゃないでしょうか、これ。田中義次郎、21の時に作りました。夢から覚めたら。さすが商店街。おしゃれ。そっち。そっち。商店街やろ、やっぱ。シャレとろうが。シャレとんしゃーって言われて。シャレた歌だね。シャレた歌だよね。これ夢から覚めたらっていうね。これはね、結局ね、浮気がバレた男がいて、うん、で結局夢から覚めたら女の人がねいなくなるわけよ。で小さくまとめたお前の荷物が重く心に残るけど、ね、これはどなたの詩？これはね秋吉圭介さん。でもともと僕が作ってたんだけど、それをちょっと手直ししてもらって、これでね妻声に出たのよ。で妻声にね、その時にね九州大会で僕グランプリ取って、はい、うん、その時もね、はい、某長渕剛君が出てたんだけど、はいはいはい、長渕君がよく出てたんだよね、ヤマハの、うんうん、僕は最初で最後になっちゃったんだけど、うん、それに出て僕がグランプリいただいた。素晴らしい。長渕来れなかったらもうもう歯がいがあって歯がいがあってみたいなそういうねことでね、妻が行きましたね、うんうん、そうそう、ね、思い出深い曲でね、これ実はね、今度はこれ録音しようかな。あ、そうなの。いいんじゃない。お、いいじゃないですか。これはね、世に出してないっていうのか。そう、これは出した方がいいよ。まだ録音してないんだよね。これはね、立ってのね。いい曲でしょ。そうだったんだ。そうでしょ。だって普通これでいただいたらこれ CD するよね。ねそれをしてないとおかしい。してなかったね。してないっていうのが不思議だな。なんでこっからスタートしたわけでしょ、音楽人。そう、それで失敗したのやっぱり俺が。いや、そう、ボタンが一つこう、かけ違い、うん、かもね。うん、いい曲作ってたよね。いいですよ、ね、これすごくいい。全然ほら流行り廃りのない感じのね。実はね、この時ね、僕考えてたのは弦楽四重奏でこれをやってもらって、そういうアレンジを頼んだのよ。でバイオリンが入っててビオラチェロが入って、それをね、もう亡くなられた大村正明さんって言って、はいはいはい、松田聖子のスイート、うん、なんだっけ、スイートホームあれを作った人なんだけども、松田聖子のスイートホームシカゴじゃない、松田聖子がぐしゃぐしゃだもう頭の中ぐしゃぐしゃになってもうね、なんか一つのワードでさバーって出てくるね、いろんなのが出てくるね、年いった証拠だねこれね、緊張感がないね。それで大村さんにアレンジしてもらった、すごいことじゃん。それでウッドベースと、あとブラシと弦楽四重奏でやって、それで出たかったのよ、うん、でメンバーの人はもうタキシード着てもらって、ドラ汚い格好して歌だけ歌うわけもうで、それがしたかったばっかりに、うんうん、コンテスト受けたの。それをやりたいがために。そうそう、それでも結果はどうでもよくて、うん、俺中洲で歌ってたから、うんうん、昭和でも全然食えないからさ、うん、パン食パンしか出てこないんだ。パンで落ちたりするそうそうそうが出てくるよね。食パン俺だって中洲で歌うしかないじゃん、うん、でその時中洲で歌いに行ってて、うん、で結果聞かなくて行ったもんだから、うん、ヤマハ、俺友達にね、なんかもし賞がもらったら、うん、なんかもらっといてって言って友達に残して、自信があったんだね。仕事行ったのよ、うん、そしたら行方不明ってなって、グランプリ行方不明グランプリ行方不明ってのがヤマハの雑誌に出たんだよ。それがすごいじゃないですか。そう、とんでもないこと、とんでもないやつ。そんなことやった。そういうニュースになっちゃったからね実はでもその人のすごいアレンジだから、うん、もしそれ出してたら、うん、聖子ちゃんが売れた時相乗効果でこっちもね、探してこうポッと、そうそう、だからスイートメモリーはその後だからね、だいぶ、うん、だから僕はちょうど21の頃で、うん、大村さんもまだ若かったから、うん、そういう思い出、たらればですね、たられば全てはさちょっと俺真剣な話ですよ。なんでそういう風にさいやいやいや、もう切り捨てるようなこと言うわけ、あなたは。違う、だからこれからでしょ、これを出すわけだから、これからだよ ね、うん、これから出すわけだから、やっと出るわけだから、ぜひやった方がいいよ。そう、日の目を浴びるでしょ、これ。日の目を浴びても70よ俺。だからこれからでもさ、今もう大丈夫大丈夫だよね、普通だから。このやね、いや俺ね、なんかね、声の幅がちょっと最近出てきてね、90まで肺炎なんだけど今もね、うん、でもう肺がんとかもね、
あの治ったんだけど、うん、あのもう無理かなと思ってこの間あのワンマンライブやったんですよ、うん、でも1時間2時間のステージちょっときついかなとか思ったんだけどなんかやれたのよ。だから自信がちょっとついた。いやもう全然バッチリ、ね、こっちの方が疲れた、ね、あの声がね翌日ね変な話枯れないんだよね、うん、俺昔枯れてたのよ、うん、でバンド音でかいしそのバンドでやるときはその上行かなきゃいけないから声がでも張り合うからさ張り合う張り合うかみたいな声出すから張り合うんだよもう何でも張り合うんだからそれでそれで大体枯れてたわけ、うん、そう枯れなくなっちゃってさでタバコの影響はあるかもね。それ絶対あると思う。タバコね、うん、ちょっとタバコやめてどれぐらい1年ぐらい経ったらで大体出てくる。うん、あそうなの、うん。もう1年は経ってるでしょ。いや1年は経ってない。いやまだ経ってない。でもかなり。うん、そうだからずっと咳き込んでたからタバコをやめてからいいとかっていう、うん、あのあれが一切なかったんだけど、ただこの間さ翌日枯れてなかったからあれ。うん枯れてねえなと思っちゃって枯れてねえなって枯れないとダメなんですか。いやいやあの歌った感が出ないやめた効果が出てきた。いやいやだからひょっとしたら絶対ありますよ。あるのかもしれないよね、うん、ねあのあということでね、はい、あのお便りお便りがねそっちなんですよ、ね、こっちですか。それ動かしてもらっていいですか。いやこれは好きなわけよ扱い切らんわけよパソコンって言ったらパソコン持ってないしパソコンね、うん、今時で海外の方からね女性の方から言われても、うん、よくそれで生きていけますね今時パソコンなし今時今時ね、はい、皆さんこんにちは、晴れてる博多です、はい、先週のサウスポースナイパーズのお二人、はい、楽しかったですね、はい、誠さんもいらしてたのもありリラックスした空気が素敵でした、うん、今週は金玉、うんはい、先週の賑やかさとは違うリラックスした空気が楽しめそうですね、うん、まずはカノンさんシルバーバックのライブお楽しみ様でした、うん、ありがとうございます、やっぱり楽しそうだったしステーキも食べてみたいって思いました、うん、そのステーキはね、うん、食べなかったね。食べなかった。そうあのねピザを食べた。そうスポンサーが来てなかったから、ね、ちょっとそんなこと言わないでくれそんなことないからやめてください、はい、それは正直な気持ち、うん、やっぱりカナオさんはライブで歌ってないといかんっすもん、うん、そうやね、うん、ラジオも含めてやっぱ生の男ですよね、うん今日のライブ、うんつまり放送も気合で楽しんで、はい、そんでこっちを楽しませてくださいね、はい、いろいろ楽しみたいんで今日はリクエストはあえてなしで、はいはい、いろいろ楽しませてもらいます、はい、ということでね、ミキさんは退院されたのかな。もうだってなんかちょっとなんか顔にあれできてたよ ね。でも元気そうでした ね。ありがとうございます、ねね、よかったです。みんな元気でね、はい、あの頑張っていきましょう、はいはい今日はちょっと博多の時代を思い出してですね、はい、その当時の歌をねご紹介しておりますけど、まず夢から覚めたらご紹介しましたけど僕のあのシングルをやりましょうかね、はい、うん、あの東京トゥナイト。東京トゥナイト、これはね作詞が山川圭介さん。おー、うん、A ちゃんの、うん、山川圭介さんとの出会いっていうのもあって、ね、はい、これあの僕が、まあ、全曲をこの時は作ってたんです、うん、すでにね、うん、でそれを全部手直しして、まあ、ボキャブラリーがないからボキャブラリーがボキャブラリー、うん、ボキャブラリーって言えないでしょ、ね、あなた言えないでしょって山川さんのところに相談行ったのよ。で山川圭介さんがその時は時間よ止まれとか、うん、あの作ってて、中村雅俊さんの触れ合いとかね。あで僕山川さんの詩がもうすごく好きだったの、うん、あで相談行ったらね、狩野君あのねこれ言っとくけど、いや作ろうとずっと思ってないと作れないって、うん、でアリスとかもできなかったのって最初、うんうん、すごい山川さんと出会った時も全然ね、うん、あのだからねみんなそうなんそういうのがあるから、うん、うまく作ろうとか思わずに、うんうん、あの曲をなんか書きたいってずっと思ってたらねもう自然にできるんだっていうね、うん、もういいですね。これ山川さんのねあの歌詞ですね。東京トゥナイトご紹介しましょう。Good night, good night. Tokyo tonight, 俺
てきた。お前はマリア東京じゃない。気持ちいいのよ、最近いいね、歌っててやっぱ体が良くなったからだよね、うん、そうだね、今までね、声出すと気持ちいいよね、え、うん、あの今までね、はっきり言うけど、もうきつかったもんいや、ほんと苦しかったもん、俺、もうこの半年そうでしょう、息ができないって一番苦しいもんね、いや、息がさ、やっぱできなくなって、うん、っそだから、半年は、まあ、がんの治療でもう全部なくなったからね、いいんだけど、そしたら人間って不思議なもんで、痛いところがなくなると、今までさ、首とか俺悪かったの、頸椎が、うんうんうん、そしたらそっちに痛みが出るのよ、
元の持病が出てくる。そうそう、持病が出てくるんだよ。ああ、そう。あれ人間の痛みって不思議なもんだよね。だから一番痛いとこが一番勝つわけよ、うんうん、そうだね。そう、あ、なるほどね、うん、そうそうそう、そりゃそうだね、うん、だからあの顔面とかがだんだんなくなってきたらさうん、うん、なんかちょこちょこ肩が上がらないとかさ、うんうんうん、あの、うん、70肩みたいな、ね、70肩っていうの50肩でしょ。そうそう、うん、だからあのそういうのが出てくるんだよ、不思議とちょこちょこ。そうなんだね、うん、なんか人の痛みってそんな感じ。いや、なんか同時に 2箇所は痛くならない。ならない、話もあったし。そうそう、うん、あ、そうそう、あのあっちこっちとかみんな言うけどさ、うん、あっちこっちじゃないんだね。そうそうそう、どっかね、一つのところは痛む。そうよね、あっちもこっちも痛かったら生きていけない。いや、でもね、あのなんかね、あの痛みとかを苦労してる人もたくさんね、まあ、ね いらっしゃるし、ね、あの癌でね悩んでおられる方もたくさんいらっしゃってね、うん、僕のところも相談がいろいろ来るんですけど。相談、そうそう、もう相談所になってるからね。相談所になってる。相談所になってる。いや、でもね、うん、それやっぱり笑ったりね、楽しいことを考えたり、うん、自分が都合がいいように考えた方がいいよね。あ、それはね、うん、それはそうだよ。そうそう、そうすると、うん、だんだん自然に自分の体がね良くなる、うん、ような気がするんだよね。だからあの絶対治らないって僕言われたわけだから、うん、でも、ね、うん、そんなことも、それが治るんだから、治るんだから、そう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 、うん、だからあの先生の一番最初に僕におっしゃったことは、カナオさん癌に強いですねって言われた。癌に強いって言われたっす。癌子、癌子。まあでもね、あのそういうことってあるから、やっぱりあの自分の好きなことをやることです、うんうんうん、だから最後どうやって生きるかって考えた時に、まあ、自分の人生はこうやって生きたいと自分で強く思ったから、うんうん、あの割とスムーズにいったのかもしれないし、運が良かったのもあるんだけどね。それあるよね。ね、そう。まこさん大丈夫でしょ？体大丈夫？心配してんだけど。だいぶ良くなってきたね。本当に。いや、だいぶ良くなって。そうだよね。いや、あちこち出るよね。ね。それはそうでしょう。ね、だってまこちゃんなんかさ、もうちょっと昨日夜も行ってよ。あのライブね、うん、それで今日もまた来てくれたりとかさ、うん、でまたライブがあったりするでしょ、うん、今日も、え、今日はね、うん、それはねもう大変だと思うよ。あの2人来てますが、また来ることですね、また、はい、ちょっと触らないで。いや、これじいちゃんと止まってた。いや、じいと止まってるのね。どこ触っていいか、ここかな、違う、違う、そこ触ってもか、俺これにさ、モニターに画面に手振ってたもん、ドーンって作って、ね、ちょっとね、うん、今日は印刷する、マコさんの真似してさ、何旦那さん元気ですよって、武田の美さん元気よって、これに向かって振ってた、それじゃね、ちょっとね、いいですか、花尾さん、としみさん、鈴木さん、今日はお休みなんですね、鈴木さんは代理カメラマンの、はい、ゆうこさん、こんにちは、あ、今日ゆうこさんね、ありがとうございます。河津桜も散り始め、うん、ここ数日ウグイスの鳴き声も聞こえてきました、今日は久しぶりの金玉ですね、うん、そしてしゅんさんとりーちゃんの初デュオライブ、あ、そうなの、今日そうだね、うん、今夜だ、今夜ハイダメでやります。ありがとうございますね、うん、あの皆さん来てください、りーちゃんのね壮行会みたいなライブなんでね、来てください。この前のシカゴに行っちゃうのかな、行っちゃうんでね、この前の放送のりーちゃんのアルバム、うん、どれも素敵でした、うん、普段はオルガンで、ご一緒の大活躍の2人、うん、あ、ブルカンだ、オルガンじゃない、ごめんなさい、目がこうちょっと遠いから、オルガンってオルガンとオルガンってブルカンだ、ブルースカンパニーね、どんなデュオか楽しみですね、近くは絶対行きたいのですが、はい、今日もリアルタイムで聞けませんので、はい、YouTube で見ますね、はい、なんだ、カナオさんの生歌楽しみです、はい、リクエストはとしみさんの朝日のあたる家聞きたいです、うん、お願いします、何でもいいですってことです、あ、朝日のあたる家、どうもお疲れ様です、うん、
ということで、あのこれはね、江川さんです。岡山のね、岡山、江川さん、岡山やっぱもう暖かいから ね、もう春ですね。あ、いいです ね、岡山行きたい、岡山行きたい ね、もうどこでもいいから行きたい ね、ま、たね東京離れたい。久しぶりに朝夜やるじゃん。いやいやいや、今日はいいです、いいです。いや、今日いいですってね、今日あのまたやりますんでね、また時間があれば。歌わないつもりじゃないよ、金尾さんの歌を楽しみに、生歌楽しみにしてもらう。ミスターばっかり言ってる、今日はね、あの次回またあのね、ちょっとあのこれはまあ福岡の福岡あの博多時代の歌じゃないんですけども、あのこれは僕が作った歌で、あの夜名古のね、あ、しおちゃんね、うん、今日が命日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 、ああそうだった、3月15日、あ、そうそうか、そうか、今日命日、あの川上翔太郎さんのね、命日っていうことでね、うん、あの川上翔太郎さんがね、翔ちゃんが大好きだった、ね、あの、そう、ね、3人で行ったんだもん ね、まこっちゃんも行ったんだよ、そうだよ、一緒に、まこっちゃん一緒に行かなきゃいけなかったの、そうそう、今回、そう行かなきゃいけなかったんだ、また行こうよ、ちゃんさん、ね、それをね、思い出しながら、ちょっとダイナマイト行きますか、うん、ね、はい、うん、
勤さんもそうですよね、これ。そうです。うん、勤さん最初に。一番最初に。ね、これが、いや、違う、最初に自分が、あの、ほっかなさんと会った時の放送で、これが。そうそうそう、あの、アトランタで ね、 ね。それでもう、よくあの時は立ち飲み屋で歌ってましたよね。横浜のね、橋のたもとの。橋のたもとの。立ち飲み屋。うん。はいはい。そう、そこでエディ・バーンさんとかとね、会ってよく飲み始めた頃でしたよね。そこの店の歌だもん、これ。あ、うん、行ってる時の、そう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 、ダイナマイト。で、ダイナマイトっていうか、そこで、あの、ハイボールのさ、竹鶴のハイボールを初めて出してたのよ。で、その会社からそこにすごい、あの、浜ハイツって横浜ハイボールっていう名前が作られたぐらい。そこが発祥なんですか。発祥少将。発祥少将。発祥。なんだろう。なんだか分かんない。発祥地。松下さんさ、今日歌おうぜ。今日は歌わない。え、歌わないの？歌わない、今日はね。あの、いろいろありまして、体調が優れなくて。え？は？俺の前でそう言えるの？あ、そうだか。大変よ俺。いやでもね、カノさんライブね絶好調で、リハもさほとんど全部やったの。あ、そうだな。リハもほら初めての人がね、うんうんうん、久しぶりだったから。そうだったんだ。ドラムがね、石田って言ったらモーターズけど。私の方がへたへたになったな。疲れちゃう、こっちの方が。あ、うん、まあいろいろ、ね、すごいやっぱ体力があるんだ ね、 あるんだね。いやいや、あの、基礎体力っていうのかね。いや、そんなにないよ。いや、あると思います、うん、まあでも、うん、なんとか生きていかなきゃさ、うん、能型のもんは違う。能型のもんってバカにしてない。なんか違う、能型のもんって褒め言葉なんでしょ、もんっていうの、うん、いや、田川のもんって言ったけど、うん、う違うの。リスペクトした言い方なんでしょ。そうそうそう、まあ、 あの、そういうことでね、うん、あっという間のあれですけど、あの、まこさんスケジュールはいかがですか。そうそうそう、せっかく来ていただいて。スケジュールね、うん、忘れてるぐらいやってる。明日レンズという番組やるんですよ。ロッカーさんと、ロッカーさん、そうそうそう。で、明日はあの、ほら、早苗さんたちと。あ、そうなの、うん、あの、ギターの、うん、あの、森永さんだっけ。森永さんと、早苗さんたちとバンドと、あともう一つと。あ、そうなんだ。明日はね、3バンドで、横浜のベーシスっていうところ。ベーシス、横浜ベーシス。うん、あ、そうかそうか、あの、うん、すごいあれだよね、あの、うん、森永さんと早苗ちゃんの、そうそうそう、ね、あの、なんだっけ、ウィングスね、あの、うん、活躍だよね、やってますよ、精力的に。俺もね、うん、誘われたの、うん、そのシリーズに。あ、そうなんだ。そう、前に、ね、誘われたんだけど、うん、その時ね、うん、その肺炎ってさ、ま、どうなるか分かんない時だったのよね。それでちょっとね、あの、うん、できなかったんだけども、うん、そうそう、精力的にね、さなちゃんとかやってるよね、うん、そうそうそう。で、明日は今はペドロ&カプリシャスはやってないの。さなちゃん、前やってたよね。やってないのかな、うん、前はね、何代目からね、うん、明日はレンズっていう、今度30年ぶりに、ね、再結成したバンドで、クリームやる、ね、で、明日はちょっと、うん、3バンド出るんで、うん、あの、オリジナルをちょっと中心にやろうかなと思って、うん、あ、そうなんだ。そうよ、オリジナルやった方がいいよ。はい、ね、うん、オリジナル。いや、英語なの、うん、オリジナルは英語もあるし、日本語もあるし、本当、うん、両方ある、うん、だ、もう、あの、ロッカーさんとかすごいからね、もうキャリアがね、うん、未だにすごいやってるからね、いろんなバンドでやってる。そうそう、最初のあれだよね、うん、大橋純子やってたよね。そうそうそう、そうなんですか。そうそうそう、うん、マーティーもそうだったでしょ。マーティーもそう。大橋純子だから俺があのモンタ始める時に、うん、モンタバンドで入って、そしたらドラムとベースがあのできなくなっちゃったの。あ、それで、あの、急遽大橋純子さんのバンドから、ーマーティーとそのマーティー、最初はみんなが同じ、そうそう、同じ事務所だから、それで、で、だからモンタのその時にマーボーと知り合って、だからもう40何年前。そうなんですね。私も若い時に一度お会いして、うん、それからその後何十年か後に会ったんで、うん、同じ人だと思えなかった、うん、もうなんかこう昔はね、うん、ちょっとこうすごい怖い感じだったんだけど。ああ、そうなん、そうそう、で、レンズはドラムもまたね、うん、あの、久しぶりなんですけど、鈴木徹ってリカ、はいはい、リカって言われてて、うんうん、で、もともとカシオペアとかプリズムの初代ドラマー、ね、
そう、お名前はね有名だし、うん、で俺はもう高校の頃から知ってて、だからノロとかみんなで遊んでた仲間、仲間、すごいよね仲間が、みんなすごいプレイヤーだもんね、ね、俺は普通のなんかそこら辺のおっさんだから、まただってしょうがない東京だし、こっちはこっちは親父だ、うどん屋やってるとかさ、今、ね、カレー屋やってるとか、ね、そういう普通の親父になる、いやいやいいじゃないですか仲間たち、だって司法書士とか頭いい人いるでしょ、医者とか医者もいるよ、医者はあのこの番組のスポンサーになってくれてる、それ同じメンバーだったじゃん昔の、うん、あの一緒にやってたのよフォークソング、あいいね、俺ウッドベースしながら歌ってたのよ昔、それやったら面白いのに、そうよ、おうこうやって進んどうやろ、やっぱそれはすごい、え、こう立ってその頃に、あ、かっこいい、ウッドベースで、今それできないの、ウッドベースでリードボーカルだった、うんうん、あ、そうなの、うん、最初それやればいいのに今できない、今しきらん、しきらん、しきらんって忘れてる、それ今やるとかっこいいのに、ね、タキシード着て、うん、いやいや、もう いろいろあるんだよね、いや、まあいいか、まあ、今日のところはもう許しやろ許しやろ何が、いや、歌あ、そっか、許してくれ、あ、あれ許してって送りなすまし、最後に歌ったら、いやいや、もう時間がない、ほら、何じゃあもう不良中年行こうか、行こうかね、みんなでみんなで、不良中年、そういったところで不良中年の勧めをいかがでしょうか、イエーイ、ワン、ツー、スリー、フォー、we'll be right back.
ということで、あっという間の1時間でしたけどですね。賑やかでしたね、今日も。賑やかだったね。あの、ゆったりやりたかったんだけど、どうしてもね、バケツのカニになってしまいました。本日のお相手は、はい、松下俊美と、はい、高橋誠と、はい、金尾義郎でございました。はい、また来週お会いいたしましょう。はい、See you next time! あの人は今は